起用するときは、直線的な動きの中に回転がかかるようにします。この回転は、見かけ上の回転ではなく、外形上見えない回転です。つまり内径としての回転がかかるようにします。この内径としての回転をどのようにしてかけるかは、型の手順が教えてくれます。自分の意図や恣意的な動きでこの回転をかける動きを生み出すことは、一般的には不可能でしょう。自分の考えで、身体内部に回転をかけようとすると、身体がねじれてしまい、結果として、回転はかからず、ひねりという力の突きになってしまいます。型がなぜ大事かといえば、この内径としての回転力が生じるようになるからです。意図的に回転をかけようとすると、どうしても大きな骨を動かしてしまいます。腰骨や肩甲骨などの骨を使ってしまうのです。なぜなら、意図的に身体を動かそうとすれば、生まれてから今までずっとやってきた動きの延長線上でしか動きの質感はないからです。突きのベースとなる型は三鎮ですが、三鎮がなぜあのような奇妙な立ち方、動き方をするのか、それは自分の意図が届かない筋肉群、骨を活かすためです。統一体とは、体すべてが活性化されることが必要になります。そのためには、今までの生活経験によって使っていた骨や筋肉群では足りません。今までの生活経験によって使っていた骨や筋肉群以外のものを活かす必要があるわけですが、それを頭でやろうとしてもまず不可能です。頭は自分の生活経験で生じた動きの質感以外の領域へのアクセスはできないからです。そのため、三鎮の型を大人の人に教えるとき、最も大切な結び立ちを解くやり方を伝えてもほとんどの人が初めからうまくはできません。頭がその動きの質感を知らないため、言葉で説明しても、その動きの質感を身体で捉えることはできないからです。そのため、一色による質感の転写を行いながら、ある期間は禅に任せる稽古になります。身体が自然とその動きの質感を好むまで待ちます。一方、小学生くらいの子供は、大人に比べるとすぐにできるようになります。その理由は、子供の場合、身体の受容力が大人に比べて圧倒的に高いからです。これは子供の場合、身体を妨げる、癖がほとんどないからでしょう。ここで言う、癖とは、暴力的な動きの質感への好みを指します。この好みは、体内部での衝突を含み、技をかける際の手応えに対するこだわりとしても理解できます。内部回転の突きにはこの、手応えがないため、一般的な感覚から逸脱しています。しかし、通常は相手を倒すためにはこの手応えが必要だと思われがちです。格闘技においては特にそうでしょう。突きに回転力を持たせるためには、型の正しい形状と手順をしっかり守りながら、身体が型稽古によってもたらされる動きの質感を好むまで待つしかありません。そして、この動きの質感を好み始めたとき、身体が頭と対話し始め、頭は徐々に自分の中にある、ぶつかる動きがいかに、暴力的な動きの質感であるかに気づき始めます。肘に、手首に、膝に、腰に、暴力性が潜んでいたことに気づき始めるのです。その時初めて、自分の意図は、忍となり、動きの調和的な質感が全身に広がり始めます。空手の突きが相手を痛めず、自分も痛めないのは、刀を止める心、という自分自身の中にある暴力性を収めることで、律動的な回転力調和的な動きの質感を生じさせるからです。三鎮の型がもたらす、突きは、本来スポーツ的なパンチとは異なり、調和的な動きの質感を伴った身体文化に属しています。もちろん、空手には様々な考え方が存在し、突きの捉え方も流派によって異なります。突きという言葉は一般的には破壊力と捉えることの方が多いようです。相手に突きをして、その相手がもだえ苦しむことに焦点を絞るのであれば、三鎮の型稽古における突きはその意味合いが全く変わってきます。自分が何を目的に突きの稽古をするのか、そして子供たちに何を目的に突きを教えるのか、その目的をはっきりさせることは、
稽古以前において非常に重要なことなのかもしれません。